ガリシア州内の一ビラノーバでアローサは、スペイン、ガリシア州、ポンテベドラ県の自治体。コマルカとサルネスに属する。ガリシア統計局によると、2013年の人口は1万502人。住民故障は、バイリノブス、エサ、または、アーウゼン、エス。カスティーリャ語表記は、ビリアヌエバでアローサ。 カリシア語話者の自治体住民に占める割合は97.88%。ビラノーバでアロウサは、ポンテベドラ県の北西部に位置し、コマルカとサルネスに属する。北は、ビラガルシーアでアロウサと、東は、カルダスデレース、ポルタス、メースと、南は、リバドミア、カンバードスの各自治体と接しており、西は、リアでアロウサに面している。沖にはと、 イジャデアローサ島があり、橋でつながっている。自治体中心地区は、ビラノバデアローサ教区のビラノバデアローサ地区。ビラノーバデアローサは、ビラガルシアデアローサ司法管轄区に属す。住民は6の教区の63の地区に居住する。自治体市長は、ガリシア国民党のゴンサーロ・ドゥラン・エルミーダ。自治体評議員は、ガリシア国民党。12、ガリシア社会党。 3. ガリシア民族主義ブロック2となっている。ピラノーバでアロウサは6つの教区に分けられる。太とは自治体中心地区のある教区。ありがとうございます。